それ大聖人様だってかつてのことを見るとそうですよね。絶対絶命っていう何度も会ってんのに、なぜか助かっちゃうわけですよ。そこにどういう書店の働きがね、辰の口の女みたいなのははっきりもう光り物が現れたとかいうのははっきりしてますけど、それ以前の小松原の方なんとか、それからあの一番最初の東条景信のなんとかっていうのはさ、そういうその超常現象は特に記録されてないわけですから、人間関係の何かで救われてたわけですよ。これはだって四面楚歌なんだよね。北条景、東条景信の持ってるその自分のいわゆる領地の中で、東条景信も自分の所領を連れて説法を聞きに来てて、そこで念仏無念ってやっちゃったわけですよ。最初は何が起こったかと思ったのね、東条景信も今何か言ったみたいな。それをやめないほうじゃん、大将様。その空気だから読んでない、読んでるんだけど、それをさらに強情に推し進めるわけでしょ。これこれこういう理由によって念仏は無間地獄の業なんだって、ここにはっきり分かりやすく言うわけなんですか。それでもう立ちどころにもう町内騒然となって、もう逃げられるわけないじゃないですか。武器も持っていないで、でも逃げるんですよね。この脱出されるわけですよ。で清張寺僕も行ってみたけどね、本当にその険しいっていうか、まあ長こう山あいの道をずっと乗ってった、その3階の頂上部分にある寺なんですね。だから沢に降りるにも何より下に降りてくるのに、昔の足で言ったらまあ半日ぐらいはかかるでしょう。まあその分結局逃げるこう避難できる道もまああったのかもしれないしね、この いろんな逃げ方があったかもしれない。だけどそれはやっぱり盆地だけの考えでね、で基本的には絶対絶命だから、あとその下の方の小松原方の場所も行かせていただいたけども、今度は逆に全く何にも遮るものない、その隠れるとこがないような場所なんですよ。そこへ数十人だかかな、数百人じゃないよな、数十人だな、その騎馬に乗ったものとかつわものがダダダダって、まさに大将命を取るためにそれだけの目的にうわーって集まってきてるのに、 4,5 人しかいない護僧侶の集まりと財家が何人かで、なんとか大将人は脱出するんですよ。そこはこれもわからん、どういう状況でなきゃそういうことが起きるのかどうかね。だからここがやはりね、人的ないろんなこの何か逃がしてあげたいっていうような思いが出た人がいたとかね、じゃなきゃ考えられないですよね、その物理的な場所とか時の状況ではね。